構試写会にのような感じですよね。そうですね。こういうあの親密なお付き合いがと言いながら後ずさってますけど、あとはスクリーンしかありません、ここに。本当によくよくのようなものを、ご覧になるためにこの寒い中いらしてくれて、そしてあの35年前の作品がここでまた生き生きと、映写されましたこと、森田に代わりまして光栄に思います。そしてこういうチャンスがあることによって、私も改めてこの映画を振り返ってみてとても感慨深く、やっぱり35年前とは全然自分の見る気持ちも違いますし、新しい、見るということの衝撃というか、新しい気持ちでまたこの映画を見ることができて、そういう意味でもこれから一言ということなので、私が25分喋っちゃいます伊藤君も杉山監督もちょっとあれなんでマイク渡しますけども、それは後々進行役の西田さんがいろいろ質問をなさるので、その時にお答えします。今日はありがとうございます。本当に、はいはい、ありがとうございます。続きまして、新トト役を演じられました伊藤勝信さん、お願いします。どうも皆さん、こんにちは。本当にね、マイクがねでしょ、どう、ね、入ってる、入ってる、はい、まあ、そういうことで、まあ、35年前の映画ですけど、35年経つと人間というのはちょっとこんなにガッチリするという感じですかね。本当にもう、秋吉さんからはもう35年経っても今日はインチキ自動車のセールスマンみたいな衣装を着てまでチェックされちゃって相変わらず怖い人です。はい、一つ今日はお手柔らかによろしくお願いします。いや、私今日発見したの、いろいろ発見して伊藤君に言いたいことがいっぱいある。じゃあ後ほどちょっとまた、はい、映画どうでした、よかったでしょ。35年前このぐらい拍手いただいたら大変な映画だったんですよ、これね。僕です。ご挨拶お願いいたします。あ、杉山です。監督って言っても実はこの映画の続編のようなもののようなものというのを、監督しました。で、僕はこの映画ではのようなものでは助監督で一番下っ端でカチンコ打ってました。35年前ですけど、なんか撮影してたのがつい昨日のようによく、覚えてますんで、なんか何なりと質問してください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。で、伊藤君も相変わらず外し方がもったいないなと。さっき褒めるって言ったじゃないですか。いや、だからもったいないということは、映画を見てしみじみ思ったのはまずいと。まずい。どっちの映画ですか。いや、最初の方の映画。最初の方の映画見てまずいなって思ったのは、あれ、私あの時ね、栃木弁喋ってなんだかズーズーしいような、ズーズーしくないような変な男の子だなと思いながら一緒にお芝居してたんですよ、なんとなく。だってあの時伊藤君だってお芝居初めてだもんね。全く私初めて。そうですよね。それを考えてこの映画を見るとめちゃめちゃ上手くないのかなと。私は自然体でやってるのに、伊藤くんはあれ、もしかしたら初めてのくせに演技してたのかなと。それで伊藤くんの大失敗は、上手いのに間のこういう外し方で上手さがバレてないわけ。上手さがバレればものすごく上手い人なの。あのね、初めから上手かったら、本当にうまくやったら大スターになってるんですから、俺は。いやいやいや、それ、はい、それは運と天が決めるもので才能が決めるもんじゃないんだけど、それはそういうもんだ。才能はすごいなんですけども、本当に見直すと伊藤君ってうまかったんだって、私だけが知らなかったのかなと思って、アップになった時の天真爛漫な笑顔とか、
屈託のなさとか、それから普通に何にも何だろう、こう意図的な演技してないのに青春の輝きとか悲しさとか不安定さとか全部が出てて、もう素晴らしかったなと、本当にアルパチーノだなと思ってところがね、それがちゃんと伝わってれば、もしかしたらスターになったかもしれないのに、外し方がこう受けようとして、なんかこうインタビュー受けたりとか違うお芝居のとことかで変なこと言うから、こいつスターじゃないのかなと思われちゃうわけ。でも本当はめちゃくちゃ上手い人なの。ということですけども、伊藤さん素敵な、すごく嬉しいですね。めっちゃくちゃ上手くて、はい、私は何にもお芝居してなかったんですよね、はい、それで伊藤くんがお芝居してたんですよ。そのことを35年ぶりに知ったんですね、今日の今日。そしてそういうことも含めて、あの団地のおばちゃん一人から女子高校生に至るまで、で落語家軍団に至るまで、森田さんがあの取り留めのないものを全部一つののようなものでまとめて、でその世界観というかジグソーパズルのような、よくこういう作品にしたなと思って、あれ森田さんって天才だったのかと、あの時もそれも知らなくて、なんだといちいちワンシーンワンシーン考えたり、なんかやっぱりカメラの位置変えたりして、もうめんどくさいなと思ってたんですよ。そしたらある日呼びつけられて、ちょっと秋吉さんお話がありますって。それで秋吉さん、あの僕に監督としての尊敬の眼差しが欠けてます森田監督から、うん、でその理由がすごいんですよ。その眼差しを僕に向けてくれないと、女子高生役の女の子たちが僕を秋吉さんみたいに舐めてしまいますって。で今のところあのカメラマンの渡辺さんの方がモテていってますんでだから秋吉さんが僕を尊敬すれば僕はもっとモテると